イエイ。はじめまして。こんばんは。チームエイトの AKB48 チームエイト秋田県代表のひじりんこと谷川ひじり15歳です。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は午後からお母さんとちょっとお出かけに行ってきました。なので今日は昨日とか一昨日と違ってメイクをしております。すっぴんじゃないです。だから今日も部屋着じゃなくて私服を着てます。首輪じゃない、チョーカーもつけてます。今流行りのボルドーカラーっていうのかな、のチョーカーもつけて、カーキのを着て、色のを着て、そう、チョーカーかゆくないってきた。意外と大丈夫。逆にご飯食べてね、喉あの飲み込んだ時ちょっと苦しいぐらい、締めすぎなのかな。ネイルも今日のこの服の感じに合わせて昨日茶色にしたんです。服に合わせたネイルをしました。ネイルを見せて、茶色です。そう、今日はちょっとかっこいい感じにしました。土遊びしたのって、違うよ。茶色です、茶色。ゆうとって呼んで、高校3年生か。どんぐらいだろうね。ひじとひじが高1だからちょうどかぶる学年か。あ、来た、寒いよ。でも今日はね、足出してっちゃって、そう、スカートでね足出しちゃったからすごい寒かった。雪は降ってないです。ハーフじゃないです。完全日本人、日本人から生まれた日本人。カリンがショートカット、そうだね。カリン髪切っててめっちゃ可愛かった。美人さん、同じ学年だからね、同い年。ガオーってやって、ガオー。今日走ってた、だってお疲れ。走るのなね、あんまり長距離が好きじゃないからね。だからなんか高校になっても私の学校体力測定みたいなのがあるんですよ。だからシャトルランとか持久走もあるんですよね。本当に嫌だ。そう、持久走ね。そう、前までねバスケやってた頃は走れたんだけどね、運動しなくな、バスケやんなくなってから、そう、なんか体力が落ちちゃいました。ピンキーリング見せて。いいよ、リボン、ちっちゃいリボンなんです。うちよく指輪とかなくしちゃうからさ。そう、前もねお花の可愛いやつ買ったんだけどなくしちゃった。多分どっかにあると思うんだけど、なくしました。じゅんなちゃん、じゅんなちゃん手振って、あー
キュン。パキュン。今日の服に合ってるくらい？銃が。みなえちゃん、ランポさん、全身見せて。全身か、なんだろう、このなんか中は T シャツを着てます。でスカートを履いてます。スカート、これに今日は、今日このね上着お気に入りなんです。お母さんと一緒に着てるんだけどね。そう、これのスカートに今日は黒い靴下、シースルーの靴下を履いて、赤いピーヒールっていうのかな、あれ、そう、赤いヒールを履いてお出かけしてきました。そう、ちょっとスカートだから座り方が何スパイっぽいってそう、今日はちょっとかっこいい感じにしたので、いつもはねなんかそうかわいい感じも着るので、ぜひぜひその時もまた見せたいですね。大人っぽくなった、高校生になりましたからね。チョーカー好き？うん、チョーカーは意外とつけるかもしれない。こないだね、これも最近買って、そう、いろんなチョーカー最近買いました。なんかハートが、黒いハートがいっぱい連なってるやつとか、今流行りのなんか紐のチョーカーとか、そうだね、アクセサリーは好きかも。ネイルは茶色です。高校生なんだ、びっくりだって。そうなんです、高校生なんです。そう、今年から高校生になりました。みくちゃん、こうたろう、こうちゃん、なんかコメントが止まった。寒いね。なんかドミニクさん、ひじりにとって北海道東北メンバーはどんな存在？どんな存在か。でもね、ずっとねイベントとか一緒にやってるからすごい安心しますよね。し、北海道東北は本当に個性豊かで、そう、なぎちゃんはもう王道アイドルって感じだし、ゆいはなまってて幼い顔、ベビーフェイスなのにダンスがめっちゃ踊れるし、ななみはすごい可愛くて釣り師だし、つむぎはもうサバサバザ・シオって感じで、でもすごい中身は優しい子なんですけど、だし、あかりんはスポーツ万能のスポーツ少女だし、頭良くてね。かすみはおしゃれ番長でスタイルも良くて、まあそこに谷川がポツンといる感じなんですけど、そう、だから北海道東北は本当にいろんな子がいて、イベントとかもぜひ来てほしいぐらい楽しいですよ。みんな可愛いし。あ、ポツンって別に弾かれてるわけじゃないですよ。みんな仲良しだけど、以上はなんか そう、ストンといる感じ。ひじが釣りしかしてる？嘘だ。さすがにあの佐藤さんには負けますよ。岩田の佐藤さんはチームエイトの釣り師ですからね。ひじはじゃあ秋田の釣り師で。規模が狭い。今日は何時までやるの？今日はですね、もう昨日5時、うん、昨日もこんぐらいぐらいからやって、おばあちゃんが帰ってくるまでやるって言ってたんですけど、おばあちゃんがもうだいたい9時近くに帰って、昨日帰ってきたので、いつもと変わらない時間に終わっちゃって、だから今日は今5時半で進め始めたから、何時までにしよう。5時半、7時ぐらいまでかな。今日は明日が学校なので準備とか
やんなきゃいけなくて、そう、文化祭のダンスも振り起こさなきゃいけないし、いろいろあるので、そう、今日は7時までかな、7時ぐらいかちょっと過ぎぐらいかにしたいと思います。今日も来たよ、ありがとう。そう、残念残念って言ってくれて嬉しい。そういう風に思ってくれてる方がいるってね。タイから見てるよだって、すごいね、世界各国、各国でもないか。東京から見てるよ、都会人だな。こんばんは、火星から見てるよ。嘘だ、写真送ってください、火星の。いじも行ってみたい。鹿児島から見てるよ、すごいね、北海道とか鹿児島とかいろんなところから見ててびっくり。ハマちゃん県ってことは滋賀かな、群馬、マリア、なんか覚えてるってきた。覚えてるよ、覚えてる、太一くん、鈴鹿楽しみやな、楽しみやな、そうやな。楽しみ、鈴鹿ハロウィン近いし、何するんだろう、ワクワク。日本から見てるよ、規模でかすぎ。フィジのことカート1位予想したよって、そういうのあるの、予想する感じ。予想したら何になるの、予想が当たったら。でもその予想を当ててくれた人に申し訳ない、フィジを選んでくれて。頑張るけどね、頑張るけど、応援しててね。まゆゆ、前も来てくれたよね、覚えてる、みゆちゃんも覚えてるよ、ありがとう。昨日と今日音色同じって感じ。そう、昨日は今日のこのちょっとかっこいいめの服に合わせて茶色にしたんです。カーキとかボルドーカラーとかつけてるからね、茶色の音色です。今日は明日誕生日なのだって、ハッピーバースデー、何ちゃんかな、もう一回コメント送って、明日誕生日なの。明日誕生日なのって言った人は誰？明日誕生日、反応ありがとう。ちょっと待って、ほのぴすさん、おめでとう。ほのぴすさん、ハッピーバースデーディー、ほのぴすさん。あさかちゃん、あ、そう、今日は横道の誕生日ですね。そう、今日朝ショールーム横道とかいろいろやってて、横道にコメントしました、おめでとうって。夢へのルートのマラソン辛かった？辛かった、5キロだよあれだって、びっくりしちゃった、そんな走ると思わなくてさ、ガチで走ったよねあれは、本気で疲れた。今度大阪で初めて握手するようだって、ありがとう。ショールームで初めましてだね。じゃあ握手会では2度目まして、メイク上手だねって言ってくれた、ありがとう。
こんな感じです。肘のメイク。お家に帰るわーだって。帰っちゃやだ。見てて。あ、そうだね。モースで今叩いてかぶってじゃんけんポンポイポンやってるよね。ひじも見た。ひじ D ブロックだから、東北メンバー。その日仙台でイベントあって、そう、仙台終わりでそのまま直行で名古屋まで行って叩いてかぶってじゃんけんポンしたんです。まあ結果はお楽しみに。あやかちゃん前も来てくれるかな。投げキッスして。花束送りました。花束くれたのかな。ありがとう。だるまもいっぱいある。おいしい。あ、コウジュンさん昨日も来てくれた、ありがとう。ハートやって、ハート。ドゴーン。ウィンク下手くそ。中学生、女子中学生のファンって嬉しいって書いてたのかな、さっき。嬉しいよ、嬉しい嬉しい。来てほしいな、いっぱい来てほしい。でも女子中学生も嬉しいし、同じ学年も嬉しいし、どんな人でも嬉しい。どんな世代もウェルカム、ウェルカムトゥ谷川ズ握手会。初めて来たよってことがある。ありがとう。おお、もう4554人。自己紹介しとこうかな。はい、血中レーズいきまーす。人生谷あり川あり、ひじりあり。来た来た来たあなたもあなたもあなたもひじりのことは来たなんて言わせないぞ。はい、秋田県から来ました、ひじりんこと。ありがとう、ひじりあり。ひじりんこと谷川ひじり、15歳です。よろしくお願いします。今日は7時ぐらいまでの予定です。まだご飯食べてないので、昨日はちょっと長かったんで、今日はねお腹空きました。今お菓子を我慢してるんです。だからお腹空いたな。そう、広瀬すずちゃんに似てるって書いてる。嘘だ。